どうも、いつもね、動画見ていただいて本当にありがとうございます。おっちゃんのね、ゆるい、動画の時間です。それでね、今日はね、こちらコペン、コペン乗ってね、ちょっと近所をね走ってきます。それはね、どこ行くかといったらね、昨日ね、私の動画にね、コメントいただいたんですよ。私がいつも行ってるところ、アジサイ咲いてますよって言って、もうね、最近ね、ちょっとね、仕事をね、ちょっともう時間に追われてやっててね、うっかり忘れてました。それでね、ちょっと今ね、雨のちょっと闇間っていうかね、またね、あと1、2時間で雨は降ってくるみたいなんですけどね、このね、曇りの中のね、アジサイ、めちゃくちゃいいんでね、今から行っていきたいと思います。それでね、コペ、オープンして、オープンカーにして走りますんでね、オープンカーのね、車載、興味のある方はどうぞご覧ください。では行ってきます。はい、それでね、今日は久しぶりのコペン、やっぱオープンカー気持ちいいね。それでオープンカーはカンカン出るよりこうやって曇ってる方がね、めっちゃ気持ちがいいです。それで今走ってるのがね、これ国道バイパスのね、55号線、55号線で、これを南から県庁方面の方向いて走ってます。これもう私のね、店、会社から出たすぐのところなんですけど、もうほんとね、すぐそこにあるんですよ。それでね、何箇所か入り口はあるんですけどね、私はだいたいね、ここのガソリンスタンドのところをね、右に曲がってます。ほんと私の会社から店からほんと5分ぐらいのところなんですよ。それでもね、昨日はね、本当にコメントめちゃくちゃ嬉しかったです。いつも言ってるアジサイ咲いてますよ言うてね、視聴者様から連絡いただいてね、やっぱり見ていただいて、それでまたこのアドバイスとかね、それとか情報をいただいてね、本当にね、この YouTube してよかったなーって、思ってます。もう本当にね、情報ありがとうございます。それで、前に見えてきたのがね、陸上自衛隊、中川駐屯地いうて、これ何年ぐらい前かな、10年ぐらい前できたのかな。それでここにね、陸上自衛隊があります。このね、陸上自衛隊のね、向こうにね、太田川っていう川があるんですけど、そこのところにね、私はいつも行ってます。これね、実際の戦車とかね、置いてるんですよ。これね、中に入れないんで撮影できないんですけどね、戦車とかね、なんかね、1分の1のスケールプラモデルかなって思うような感じなんですけどね、まあ、そんな感じで、うだうだ行ってるうちにね、目的地に、到着しました。ここをね、この橋を渡って曲がるとアジサイの場所になります。めちゃくちゃ楽しみです。お、咲いてる咲いてる、いい感じいい感じ。すごいいい感じいい感じ。ちょっとね、車を止めてみます。はい、到着しました。今からね、
ちょっと癒されたいと思います。まあおっちゃんとね、このアジサイ、皆さん興味あるかどうかわからないんですけど、もしよかったらね、アジサイもお付き合いしてみてください。はい、やっぱいいね、最近年を重ねてきたらね、こういう自然、自然、それとやっぱコロナだったんでね、人のいないところの自然、めちゃくちゃね、好きになったっていうか、それでこのね、アジサイの後ろ側はね、この田園風景がね、ずっと広がってね、それで何とも言えないね、今日もね、そよ風が吹いてます。めちゃくちゃ気持ちいい。でどうですかこれね、コペちゃんとアジサイ、めちゃくちゃなんか可愛くないですか。まあ周りから見たらね、この58歳のおっちゃんいけるんかって言われるかもわからないんですけどね、まあこれがね、私のまあカーライフっていうか、まあ本当にね、このね、近所をねうろうろするだけでね、満足してると。本当はねちょっとね、皆さんとね交流でね、オフ会みたいなのもね、行ってみたいんですけど、なかなかね一日丸々ね時間ができないっていうのがね、最近でね、まあそんな感じでちょっとね、もうちょっとねアジサイ、見てやってください。はい、それでね、ちょっとね、バックして、あそこのね、ちょうど橋がかかってるところがあるんですよ。あそこの場所も結構好きなんでね、ちょっと今からバックします。こうやってね、後ろ向きでね、よくバックしました。最近ではね、もう後ろ向きでバックするっていうことはもうなくなりましたね、バックモニターでね。まあ、たまにね、後ろ向きでバックしたらめちゃくちゃ怖い。まあそんな感じ。はい、ここです。はい、この場所なんです。今日ねちょっとね、あいにくのちょっと水が濁っててね、ちょっと残念なんですけどね、ここから見たらね、この川の水がね、鏡のようにこのアジサイをね映し出してくれるんですよ。これね、濁ってなかったらめちゃくちゃいいんですよ。まあちょっとご覧ください。今ね、私この世の中で一番苦手なね生物、ヘビ発見しちゃいました。ちょっとね、もうね、ちょっとね、もう本当苦手なんですよ。それでね、もうね、体なんかサボイボっていうんですか、うわーってなってね、今後ろにいるんですよ。それからね、ちょっと場所変えます。はい、またね、同じ道筋なんですけどね、やっぱね、ヘビはね、苦手なんでね、ちょっと場所を変えました。もう、まだね、未だにね、背中がゾクゾクしてます。まあ、そんな感じで、
もうねだいぶ癒されました。もうちょっとだけしてね、いつものあのローソンコーヒーをね、買って、仕事に突入したいと思います。はい、もうね、めちゃくちゃ癒されました。途中ねちょっとねハプニングがありました。もう私のね大の苦手なねヘビちゃんとも遭遇しました。もうこれはね、田舎夏場あるあるで仕方がないかなと。それでね、先ほどねご年配の方とね、ちょっとお話ししてたんですよ。そしたらここね私、知らなかったんですけどこの向こう側ね、桜の時期もね、桜綺麗ですよと。で桜見に来てて、その方はアジサイがあるのに気がついてね、それで、今日ここに来られたみたいなんですけどね、今度はね、ちょっと桜もねここに見に行きたいと思います。まあそんな感じでね今日の動画はねほんまにねおっちゃんただ一人、癒されただけの動画です。まあこのような動画ですけどね、もしよかったらグッドボタンしてやってください。それとねコペンちゃんとこのアジサイめちゃくちゃいいことないですか。これ親バカっていうのかな。まあそれで、今日はね天気も良かったです。このね曇り空がアジサイってめっちゃ綺麗ですよ。まあそんな感じでね、また明日も動画上げますので、もしよかったらチャンネル登録してください。それで、また明日の動画でお会いできるのめちゃくちゃ嬉しいです。おっちゃんはね今からいつものローソンコーヒー、ローソンコーヒー買いに行ってね、それからねもう癒されたんでね、仕事に突入したいと思います。てなわけで今日もどうもありがとうございました。さようなら。